ちらナンバープレートでおなじみ、ここは東京都練馬区、練馬区役所の今目の前に来ています。ここに用があるわけではないんですが、これから先ほどバスター新宿を出発してきた高速バスに乗って草津温泉まで向かいます。草津温泉まで JR バス関東の運行する、上州湯めぐり号というバスがありまして、それで行くと途中伊香保などを経由しながら、それなりに早く便利に抜けることができます。またこの練馬は地下鉄有楽町線、副都心線が、直通をして、多くの列車が止まるような重要な駅でもあって、東京の中心部からのアクセスも良好なんですね。だからあの新宿だけではなくてこの練馬にもバスも止まるんじゃないかなと思います。ただ練馬区役所の目の前まで移動するにも、ちょっと練馬駅から、5分では効かないぐらい歩きますので、少しそれだけ注意する必要があります。なんか主に高崎線みたいなやつが来るみたいですね。長岡とか上越、これは上越っていうのは直越の方面ですけどね、それから富山とか金沢、長野、上田、佐久、小諸、軽井沢、前橋というのもあります。これは西武のバスですが、それ以外にあっちに JR のバスもあるわけです。1時間にだいたい1本、夕方になると本数は入りますが、かなりの本数が運行されていて、本日料金は草津温泉まで2850円です。ネットでなんか割引みたいないろいろあったんで、それでちょっと安く乗ることができました。学割などもあるようです。多分草津温泉0円観光とか書いてあると思うんですが、ただで草津温泉に行けるほど甘い話ではありません。そうじゃないんですけど、草津温泉に行ったらお金を使う必要はおそらくまずないと思います。そこまでのアクセスも、ついでにご紹介しておこうかなということですし、現地でお金を使わずに、過ごす方法を紹介するのがこの動画の目的ですが、せっかくですから往復の足として便利な上州湯めぐり号もついでにご覧に入れられたらと思っているわけです。安全のためシートベルトのご利用をお願いいたします。バスはね、すごい新しくて綺麗なやつです。びっくりしましたね。ここは上里サービスエリア、だいたいバス旅行みたいなことして上信越方面に行くときはここで休憩になることが多いような場所です。ここで20分の休憩、結構長いですけど、まだご飯食べてませんので、適当になんか食べていこうと思います。バスなんですけど、高速バスで行くから結構普通電車で行くのと比べたら早いかなと思ったら、普通電車で、新宿から、長野原草津口まで行って、そこから JR バスの路線バスに乗って草津温泉まで行くのと、そんなに、時間は変わらないみたいですね。ただ値段は、ネットで、クレジットカード割引みたいなやつでやると、多分普通電車でずっと乗り換えていくよりも1000円ほど安くなります。草津温泉まで最も早く行くには新幹線と乗り換えるというのが一番だと思いますが、そうでないならバスでしょうね。値段は普通電車と一緒、料金は1000円安く、おそらく普通電車よりもバスの方が快適だと思いますんでね。新宿から長野原草津口、失礼、草津温泉までの所要時間は4時間で、練馬駅から3時間30分です。立派ですね。バスが8台止まれるそうです。ここが草津温泉のバスターミナル。どうやっても草津まではタクシー以外にはバスを使わないと来る方法はありませんので、鉄道マニアとしてはね、私のひいきの、 JR が繁盛してくれる特急草津を利用して来てもらった方がいいかなと思うんですが、東京からのアクセスであれば上州湯めぐり号というやつで来るのが、一番ぴったりなんじゃないですかね。でお金がかからない0円観光とかそういったことが書いてあると思いますが、これから説明しますけど、草津では温泉に入るのにお金は払う必要はありません。もちろんお金を払って入る温泉もありますが、なんたって有料は、草津温泉が日本一のはずですけど、別途のね、草津とね、なんだっけな、確か別府は源泉の数が日本一で、草津は、お湯の量が日本一なんですけれど、確かそうだったと思うんですが、とにかく、捨てるほどお湯があるわけですので、ジャブジャブ湧いてますんで、もうお湯に入るのにいちいちお金取ったりしないんですね。町に共同湯ってものがあります。そういったところに入ればよろしい。でそれから、温泉街に行ってね、何かこう遊びをするという時に、お金が遊ぶにはかかるわけですが、何か例えばですね、動物園みたいなところとか植物園みたいなところ、この草津にもそういうのありますけどね。でそういうところ行かなくても、この草津は単純にもうこの町自体が湧いてきている、その温泉の様子自体が面白い見せ物なので、お金使わなくても楽しむことができるんですね。もちろんそれ食事とかね、美味しい食事とか豪華な旅館とかにお金かけるっていうのもいいとは思うんですが、リーズナブルでも十分に楽しむことができるということで、私もお金のない高校時代から幾度となく訪れている温泉地です。ただここまでの足代がそれよりもかかるかもしれませんけどね。ちなみに Google マップを使ってご紹介しますと、草津温泉というのはこのような場所にあります。群馬県と長野県を国境のあたりにあり、その間には白根山がそびえています。ちょうどこれからね、こっち前方にあるのが白根山なんですが、この間噴火なんかもしたことで有名になりましたけれど、白根山を隔てて裏側には長野県湯田中温泉などがあります。
草津温泉においでになったら真っ先に訪れるべきなのがこの湯畑です。というか、温泉街のど真ん中にあって、周りが、この湯畑を中心にした放射状の温泉街になっていますから、訪れないことの方が難しいと思いますけどね。湯畑はこのように巨大な施設です。さっきの滝が階段の下、あの辺りにはあります。今人がたくさん集まって写真を撮っているところです。皆さんに最初に源泉という考えをお伝えした方がいいと思うんですが、これは単純にお湯の泉だと思えばいいです。で、草津にも、たくさん源泉があって、30いくつとかあるのかな、主要なやつが6つあります。源泉、泉、本当にたくさんあって、その一つの泉から湧き出たお湯を、あちこちにパイプなどで配って、その温泉旅館とか、入浴施設が、それぞれの湯船に通すということをやるわけですが、あそこの奥からは湯畑源泉というのが湧き出ています。ちょうどまたその湯畑の一番初めの起点の位置にやってきました。これは巨大な人工施設なわけですが、ちょうど見ていただくと分かりますかね、下からこうさざ波みたいなものが立っていますが、泡がブクブク上がるのと同時にお湯が湧いています。毎分4600リットル湧くそうです。これが湯畑源泉、湯畑の泉です。ここから湧き上がったお湯の温度は60度ほどあり、このままでは全く入浴に適している温度とは言えません。まあ、やけどするでしょうね。だからそれを冷ますということが必要です。また草津温泉は大変重要な湯の花が取れるようなところでもあり、硫黄の成分が濃いですから、それを採取するにもまた効率的に使われている施設です。あそこに木の問いがあります。あそこをあのように、距離を長くして空気を多くかき混ぜながら、温泉の水を流し、そして一番下の滝から下らせる、このような一連の過程をたどることによって、湯畑の源泉の温度を60度からおよそ50度ぐらいにまで下げることができているそうです。硫黄の塊、湯の花がこのようにたくさん堆積しています。あそこの粉の、問いが通っている部分にも、見ていただくともう明らかですよね。このように堆積しています。この湯の花はここでのみ採集されるんだったかな、確か草津温泉の名産になっていて、なかなか手に入れることが難しいということで知られています。ちょうどあの木の枠の中から流れ出してくる、あれが湯畑源泉。ありがたい自然の恵みです。ただね、お湯が熱すぎるから冷ますっていうのは普通の考えだと思うんですが、通常であればお湯が熱いならそこに水を足すはずです。でも水を足すということをせず、わざわざこんな面倒くさい施設を作って、もちろん湯の花が取れるからという理由もありますけど、それだけではなく面倒くさい冷まし方はあちこちで考案しています。なんでそんな風にして、わざわざお湯を冷ますために空気をかき混ぜたり、そんなことをやるのか、それはこの草津温泉の泉質が大変優れているからです。pH 酸性度は 2.1 ということで、日本で一番低いのは 1. いくつとかあるんですが、あの7を中心に、0から14までですがあるとされるその pH 酸性度はですね、かなり数値の低いような部類に位置しておりまして、実際に体にちょっと引っかき傷なんかがありますと、草津のお湯に入ると、ピリピリと染みてくるんですね。だからといってどうという影響はないのでしょうが、それが肌にも効くとされているんですが、その濃い良好な成分を真水で薄めてしまうなどということはあまりにももったいないということで、草津温泉では源泉をそのまま 100% 使用する、全くの加水もしないということに非常にこだわりを入れているようなところが大半です。なので、これ以外にもあの別府とかで、見られるやつでは、こういう湯畑みたいな大掛かりのやつはないんですけど、あの竹ぼうきみたいなやつをずらっと並べてですね、そこにあのお湯をこう通して、ポタポタポタとこう、垂れ落ちるようにして冷ましたりとか、さまざまな工夫がいろんなところでなされています。それでもこの草津温泉の泉質は、良好ではありますが、温度は高いわけで48度で、大体のところで使われているようです。それが、都合のいい温度だというふうに言われているらしいんですが、それでも48度じゃまだ暑いし、48度に下げるのもまだあの時点では50度ぐらいですから、まだ足りないと。でどのようにそれを冷ますのか、それは最終的に湯船に入ってたそのお湯をですね、長いあのアイス用のスプーンみたいなやつをの巨大にした長い板があるんですが、その板を、お湯に突っ込んで、大人数、もう何十人も、人数を集めて巨大な湯船に、みんなでずらりと並び、バシャ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 とですね、こう上下に、その湯もみ板と呼ばれるもので、かき混ぜる湯もみという行為をやって、最終的には冷ますことになっています。それは現在の草津温泉では基本的には行われてはいない習慣でして、別の方法によって、この温泉水を冷ませることをやっているらしいんですが、あそこに熱の湯という、見せ物施設があり、500円だったと思います。私も 2,3 回見に行ったことがあるのですが、あの中に行くと、湯もみを実際にやっている湯もみショーとかね、そういったものをやっています。そこで聞いた解説では、昔は、お湯に入浴するのに、時間湯とか言われて集団入浴法とかでね、あのお湯に集団入浴ってのちょっとなんか快適なのかなと思いますが、そういった組織的な入浴をして、
その中には隊長と呼ばれる役割の人がいて、その人の笛か何かの号令に合わせて全員でお湯をかき混ぜる。なんかね、あの温泉に期待する私たちが温泉に対して、ゆっくり落ち着くようなことを期待しているイメージとはちょっと違う気がするんですが、まあ、ともかくそれが昔からの草津温泉の文化ということになっています。草津温泉のマスコットキャラクターでね、あの美少女キャラクターみたいな湯もみちゃんっていうのがいますけど、それも長いこう板を抱えているのはそれが理由です。湯畑を上から見下ろせるような神社がありますんでね、ここでその湯もみ歌っていうのがあります。あの有名な歌で、ここまで草津温泉にアクセスする時の道中でも必ずあのメロディーラインっていう道路にこうガタガタを作って、その車があの必要な適正な速度で走ると音楽みたいな音がするっていうあの仕組みがあるんですけれど、そこでも流れているやつですが、そういう歌があります。あのこういうやつなんですけど、草強いとこ一度はおいで、お湯の中にもこりゃ花が咲くよってこう言いながら、ちょいなちょいなとこう間に行って、なんかそれとあの同時にバシャンバシャンとこう大きな板で持ってですね、お湯をかき混ぜるということをやるんだそうです。まあ、そういう歌を歌いながらお湯を混ぜるショーをあそこで聞かせてくれる。まあ、なかなかね、あの見る価値はあると思うんですが、まあ、しかしそれにお金かけなくても草津温泉は楽しめるかなとも思います。草津温泉はね、温泉旅館の雰囲気とかね、落ち着く感じとかそういうのでごまかしたりしないで、本当に温泉が素晴らしいので、ここでまあ美味しいものを食べたいっていう人もいっぱいいるとは思うんですけど、そういうことしなくてもね、温泉自体で十分満足できるから、あんまりお金使おうって気にならないんですよね。まあ、そういうことを言うと、あの草津温泉で金使うなみたいなことばっかり言うとね、温泉には悪いのかなとも思いますが、ここで湧いているこれは白旗源泉だか白旗源泉だかというもので、このように木の枠が作られています。徳川吉宗だったと思うんですけど、草津温泉のお湯をご所望ということでですね、ここからお湯を汲んでいった時に、この白旗源泉から、汲んで持っていったんじゃなかったかな、確かその当時の木の枠が、復元されていて、それが確かこれだったのかな、そんなことを聞きましたけどね。このようにブクブクと湧き立っています。何らかのこの温泉をありがたがった人たちがお金を投げ入れていますけれど、このようにサビサビになってるわけです。これだけ酸性度の強い、酸化をさせやすい泉質だということがお分かりいただけるでしょう。まあ、つまりあそこに温泉の泉が一つあって、こちらに温泉の泉がもう一つあるということです。一つの温泉地で温泉の泉源泉が一つだけというところも別に普通というか珍しくはないので、これはかなり草津温泉が恵まれているということがお分かりいただけると思いますが、前にもこれ紹介した気がしますけどね、向こうを見ていただくとあそこにも綿の湯源泉というものがあります。あれはまた別の泉です。勝手に湧き出ているわけです。こういうふうにそこら中でもあれなんか特に何も使ってないで捨ててるわけですよね。おそらくそうだと思うんですが、このような贅沢ぶりです。温泉の量が少なくて困っている温泉地というのは、まあ、名前は挙げませんけれども全国にはそれなりにあるわけでして、そういったところは本当に羨ましい状態だろうなと思います。今ちょっと工事中で、雑音が来ているの申し訳ありませんが、私のせいじゃないからね、これ御座の湯と言いまして、ここで湧いている白旗源泉をそのまま使って入浴できる施設、500円かかりますが、それはあの500円かかるんですけど、実はこっちもあの同じ白旗源泉を使っている入浴施設がありまして、こちらは白旗の湯、これも昔から歴史のあるちょっとすごい音だな。こちらは無料で入れる町の人のための、しかし観光客も別に利用して差し支えない、そういう温泉地です。中に人がいますので、ね、撮影することはあまり好ましくないと思いますが、白い濁り湯で温度は高く草津温泉らしく、また温泉地の気分を手軽に味わえるいいところだと思います。ちょうど歌い出したから勝手に外まで聞こえるわけですけど、これはお得ですね。無料ですよ、音を聞くのはタダですから。でこっちに、これからの湯もみの光景です。今確認したらですね、徳川吉宗が組み上げたのお湯の木の枠というのはあれらしいんですが、まあ、あのでもね、吉宗ってもうちょっと倹約家みたいなイメージなんですけど、そんな贅沢もしてたんだなと、ちょっと思う一方で、あちらの白旗の湯というのも大変、由来がいろいろ深くありまして、あちらの方はもともと源頼朝が発見したとされるお湯なんだそうです。まあ、そんなそこら中で湧いてるんだから見つけることも難しくないだろうと思うんですけどね、それで、源氏 の, あの紅白合戦なんていうのにやるときに、赤が平家で、白が源氏だと、まあ、そういうふうに言われるわけですが、その源氏の白を、シンボルに取り白旗の湯、そのように呼ばれているそうです。あのね、源頼朝が温泉見つけるっていうのと、それから空海が温泉見つけるっていうのはね、あの弘法大師ね、なんかそれしょっちゅうこう言われるんですよね。歩くダウシングマシーンかなと思うんですが、なぜか知りませんが、その2人は温泉を見つけるのが得意だったようです。私にもできそうですね。あのそこから少し移動して、サイの河原と最近では呼ぶことがかなり多くて、ね、もう多分それがあの正式名称なのかなと思うんですけど、なんか前にね、あの西の河原って呼ぶのが適切だとか、そんな風に聞いた場所があります。まあ、名前はどうでもいいですね。この先にあるところです。これね、西の河原公園、
今回は一応タダをコンセプトにしていますので、その道中では必ず見過ごすことのできない場所があります。この道を歩いているとね、コミュニケーション能力を鍛えられる饅頭屋があります。饅頭をタダでくれるんですね。そしてまた、お茶もどうぞと言ってお茶も出してくれます。ゆっくり食べてってというわけです。これはもちろんお客さんがそれを買うことをね、こう期待してやってるわけですが、かなりはいどうぞどうぞもらってみたいな感じで、こう釘付けにされますので、そこで本当に買いたくない、まあ美味しいんでね、別に買ってもいいと思うんですけど、それでこう先にとりあえず渡してしまって、なんか買わないと悪いみたいなこう気分にさして、そして売ろうということを、おそらく考えているのかなと思います。なんつ店だったかな、長寿庵とかいう確か名前だったと思うんですよ。で有名なんですが、私はそこで買ったことはないけれど、毎回饅頭はもらってます。向こうがくれるものはね、食えばいいやと思ってそれで食べてます。で、こういうことを言うと悪徳店のように見えるんですが、前にね、通った時にどうぞって言われたんですけど、あすいませんもう買っちゃいましてって、買ってないんですけど、嘘なんですけど、したらまあいいよいいよ、それでもまあ食べてきな、せっかくだから次来た時ねとか言ってこうにこやかに渡してくれてね、しかも当時高校の制服で来てたんで、なんか帰りもくれたんですよね、絶対買わないのにね。なんそんな優しいのかなと思ったんですけど、ともかくくれることはまあありがたいことなんでね、毎回タダで饅頭食べてます。ただ帰り道にもう一回この道を通るのがかなり気まずくなるので、帰りも買わないといけないですからね。これね、温泉街の中心から川の方まで遊びに行ってもう一回向こうへ戻るわけじゃないですか。だから帰りもあの道を通るとこいつ買わないのかよみたいな感じになるから、それが気まずいのであれば帰りは遠回りをして戻った方がいいんでしょうけど、ただまた難しいことに、遠回りがね、本当にあそこの坂とかを登ってぐるっと回っていかなきゃいけないんで、それもまたやりづらいということなんですね。慣れてればねいいんですけど、なんか一回ね、一回っていうか、私2チャンネルの草津温泉スレッドを一時期ずっとよく見てたんですが、結構饅頭屋はね叩かれてもいるんですけど、でもこんなこう饅頭タダで食わしてもらって叩かれてますよとかネットで紹介するのもあれなんで、一応言ってきますけど、温かい饅頭で美味しいですよ。今まで草津10回以上来たことあるけど、一回も饅頭買ったことないからな、あの店で。ちょっと悪いから一回ぐらい買ってみようかなって気分にもそろそろなってきましたね。 YouTuber 的な企画としてはね、女装したりとか、ヒゲ生やしたり、マスクしたり、服変えたりとか、いろんな方法をして、何回あそこの前で気づかれずにあの饅頭をもらえるかっていうのはね、企画したら多分マイナーネタながら草津温泉好きの人にはすごくウケると思うんですけど、そんなことやったら炎上するからな。はい、これですね、ものすごい勢いで流れてますが、これが草津温泉の西の河原、西の河原から流れてきた温泉です。もう完璧逆光ですけどね、西の河原公園、このように温泉があちこちで湧き出る川が流れている公園です。緑がかったお湯、苔のせいで緑に見えてるのが多分大きいんだと思うんですが、でも草津温泉の水はどことなく緑色がかって見えます。さすがに服脱いで浸かることはできませんけどね、これだって本当に温泉ですから、結構あったかいか、むしろ少し暑いぐらい。あんまり硫黄の香りとかはしませんけどね、これは源泉、湧いて出る泉によってお湯の種類が違いますので、これはそれほど硫黄臭くないような泉質なのかもしれないですが、石もしっかりずっと温泉に浸かってますからね、熱を持っています。酸性度の高い温泉でしょうね、舐めてみりゃわかる。あ、酸っぱいですね。レモン汁よりは酸っぱくないけど、まあそんな感じです。ここにありますね、この流れも。まあ触ってみればそんなには冷たくはないはずですよ。あったかいですね。じゃあ次温泉だこりゃね、皆さん、こう、まさかここへ落っこちりゃいいと思ったんでしょう。そう簡単にはいかないわけですよ。いや、本当にすごいですね。あっちもこうね、滝が出てみたり、こっちを見ればなんかこう、何かありげな、ものすごい湯気が上がってみたりね。こんなのこうずっと続いてるわけですよ。これ全部温泉ですからね、これね。ただの川じゃないですから。ただの川だってなかなかいい景色だと思うんですけど。この先にあるのが西の河原露天風呂です。基本的にここが終点と思えばいいと思いますが、大人600円、前500円だったような気がしたけどね、それはいいんですけどね、相当大きい露天風呂で、この画面、この画面の 1.5 倍ぐらいの横幅がある露天風呂かな。それが男湯でそうで、女湯の方は入ったことがないのでわからないんですが、毎週金曜日は混浴の日になりますって書いてありますね。そんなのがあったかな、そういう記憶はないんですけど、今日は水曜日なので混浴の日ではありませんが、多分男女の間の仕切りを取っ払ってもっと巨大な、露天風呂にするということなのかなと思います。日本で一番大きい露天風呂だったかどうかは忘れましたが、なんかそんな感じの場所ですよ。
ちなみにかなり草津温泉の奥の方まで来たように見えるかもしれませんが、あの露天風呂まで湯畑から多分まっすぐ歩けば5分ぐらいで着くかな、5分じゃ着かないかもしれませんけど10分あれば行けますね。でそのうち、10分歩くうちの、半分ぐらいが、西の河原のこの川沿いをずっと歩くという感じですから、全く退屈することもありませんしね。多少の上りになってますけど、おお、こんなすごい景色があるのかなんていう風に、川を見ながら感動している間に、自然と、運動不足も解消されるんじゃないのかなと思いますね。こんな風にしてとにかくお湯がじゃんじゃんと湧き立っているようなところですから、それは、草津温泉のあちこちにある、共同湯と呼ばれる町のお湯がね、無料なのも納得かなと思いますが、もちろん無料であるからには、そんなに設備は充実しているわけではありませんよ。イメージではね、公衆トイレの戦闘版みたいな感じですかね。脱衣所があって、そこで服を脱いで奥にお湯が沸いてるからそこでこう勝手に入ると。でその前に体をこう流したり洗ったりとかする。もちろんシャワーとかシャンプーが置いてあるなんていうこともないし、その自分で持ってきた戦闘用具みたいなものね、用意したタオルとかで、体をこすり洗い終わった後は、あとはつましく風呂に入りましょうみたいな感じです。そして地元の方たちも多く利用するから、やはりその地元のローカルルールを尊重する必要もまたあるでしょう。先ほど川を何度か触ったわけですが、この触った右手がツルツルします。手がツルツルするのはですね、石鹸とかで手を洗った後もそうなんですけれど、皮膚の pH が確か、弱酸性 6. 点いくつとかだったと思うんですが、その弱酸性よりも、酸性度もしくは、アルカリ度が高いものをこう触れたりするとですね、表面が溶けて、そしてツルツルになるわけです。石鹸もそうですね、同じ仕組みです。で、通常は石鹸のようなアルカリ性のものを触った時に溶けてツルツルになるわけです。で、そういう弱アルカリ性の温泉を、溶けてツルツルになることから美人の湯とか言うわけですけれど、草津温泉もまたですね、表面があまりにもこう酸性度の高いものであるから、そうすると手がツルツルになるわけですね。これも美人の湯とか言っていいのかなと思うんですが、おそらくこの強い酸性度がまた、皮膚病に効くとかなんとか言われるゆえんだと思います。したら、まんじゅう買ってもいいんですけど、もうなんかね、これは本当に私の個人的なことですが、毎度草津温泉に来た時に西の河原方面に行ってまんじゅうを買わないことが一つのなんかこう、恒例行事みたいになっているので、こっちからの迂回して、チキンみたいなことはしません。正々堂々正面切って、もう一度湯畑に帰ろうと思います。私の前を歩いてた人たちがですね、まんじゅう屋さんの人に話しかけられて、でまんじゅう屋さんのその呼び込み係が全員もう、いなくなってしまったんで、私は無罪放免になったわけですけど、なんかそうするとちょっとつまんないですよね。でもう一度湯畑に戻ってきました。湯畑でよく私が行く店はこちら、セブンイレブンですね。湯畑店とかそういう名前だったかと思いますが、草津温泉の中で、温泉街の中では確かここが唯一の、コンビニだったんじゃないかな。ファミリーマートとかローソンかなんか、バスターミナルの方にはあるんですけどね。せっかくですからこの中に入る前に地図をご覧に入れますが、結構大きいコンビニであるのが分かると思いますが、いろいろ必要なものが揃ってますよ。現在地ここが湯畑です。で、バスターミナルがですね、どこか、あ、これだ、バスターミナルね。バスターミナルからこう、降りてきてですね、どういったこうかな、こう降りてきて湯畑、一方通行がぐるぐるしてるそうですが、ここからこの、サイの河原通りを通って、この奥にあるのがサイの河原露天風呂です。その奥、白根山方面まで一応道は続いているんですが、普通は露天風呂まで行けばもう十分かなって感じですね。でその他ここにこう、千代の湯、地蔵の湯、これ違うな、白旗の湯とかね、いろいろとこう温泉マークがありますが、無料有料問わず、いろいろな種類があるんですけれど、ここにあるこの多くの、温泉マークのところがですね、無料で入れる、そういうところになっています。しかもここに載っていない、共同湯無料の温泉店もいっぱいあるな。これが西の河原露天風呂、大きいですね。上は草津白根山のお釜、湯釜かな、蔵王かお釜、あれと同じようにいろんな色がする不思議なお湯です。そのコンビニで買ってきたのはこれ、ソーセージとベーコンの大盛りペペロンチーノです。どこのセブンイレブンでも売っている、ジャンキーな食べ物なんじゃないかなと思います。昔草津温泉によく来ていた、お金のなかった時は、単純にこういったものぐらいしか食べられない、これでさえ当時の私には豪華な食べ物でしたからね。1食550円なんてね。だから、この程度の贅沢しかできなかったわけですが、現在は別にこれじゃなくてもね、お金あるんで、食べたいものを食べることはできるわけです。で実際に草津温泉で群馬名物のものを食べたりしたこともありますが、今回あえてこれを食べているのは、やっぱりいつもの草津温泉の楽しみ方の私が考えている一つなんですが、草津温泉というのはさっきも言った通り、別に豪華な料理とかね、美味しい名物とか、大きな広い部屋とか、立派な内装、そういったものでごまかさなくても、十分に素晴らしいと、それただ一つで感動できる立派なお湯があります。
だから逆にその他のものをですね、意図的にこう貧乏臭くして、それでこの草津温泉を味わって、それでもなお帰り際にはいい思い出を持ち帰ることができた。あ、やはり草津温泉というのは素晴らしいところだったんだなと再度実感して最後、帰りに着くと、それがね、なんかあのいい草津の楽しみ方のような気がするんですよね。だから今回あの0円と言いながらのここで550円使ってますけど、まあこれはあの、まあ、昼ご飯なんでね、もう夕方の、もうすぐ6時になりますけど、別に多分これでお前0円つったのに500円使ってるじゃないかという人はいないと思うんですが、このようなあのお金をかけない楽しみ方が草津にはふさわしいのかなと思っているわけです。まあ、でも、ね、そんなことばっかり言ってる、本当に草津温泉があの儲からなくなったら困りますんで、素敵な、立派な旅館とか豪華な美味しいお食事もたくさんできますから、お金使うところもいっぱいあるし、それもまた困らないようなところなの で、そういった方向であの楽しむのも十分ありだと思います。それだけは述べておくことにします。で今度そのコンビニで買ってきたタオル、まあ、ここに今置いてあるこれなんですけど、このタオルで、使ってですね、ここにある白旗の湯、さっき紹介したところに入ってきましたが、いやあのね、ぬる湯と熱湯ってのもあるんですね。でぬる湯の方が色が白く濁ってて、熱い方はそれほどでもないみたいな感じ、まあ、多分お湯 あのこう加えるペースが違うんだと思うんですが、今までぬる湯が入ったことがあって、ここは熱いということで有名なんですが、聞いた話によるともう全く根拠はないんですけど、ぬる湯の方は43度らしいんですね。で、熱湯という方が今日は空いてて、ぬるい方はあのちょっとまあ2人ぐらいなんですけど入ってて、入るスペースがあんまなさそうだったから熱い方に入ったんですが、いや熱いのなのびっくりしましたよ。あのね、後で温度見たら45度ってことだったんですよ。入った瞬間こうなんか全身に電撃が走るような感じ、これ入ったら危険なのではないかと思ったんですが、明らかに地元っぽいおじさんがあの入っててね、あーみたいなことやってるんで、まあ、ちょっと私も挑戦してみるかと思ったんですね。45度、いや本当ね、これはやばいですね。今まで経験したやつの中で一番暑かったですけど、もう本当なんか慣れてない人が入ったら心臓麻痺起こして死ぬんじゃないかなぐらい暑かったです。でもね、あの一瞬に40秒しか入りませんでしたが、非常に体も温まり、まあ、その後ぬる湯の方に入ってみたら、ね、本当にあ、なんだこの熱湯の劣化のごとく煮えたぎっているこの湯に比べたら大したことないなと、その後いつも暑い暑いと言いながらそろそろ入っていたぬる湯の方にですね、だらりと入るということをしました。そして皆さんにご覧に入れようと思ってたんですけど、ちょっと待ってね、ここはね撮影禁止じゃなかったので、さすがに人が入ってる時はね写真撮ったりしませんけど、これがぬる湯の方の写真です。人が入れ替わる一瞬だけで、その間にパッと撮ることができたんですが、こんな感じで白く濁っている草津では、珍しい白い濁り湯です。で温度は43度くらい、こんな感じで、もう他には何もありません。脇にあの洗い場みたいなところがあるから、桶で持ってすくってそれで殻を流すと。でここはもう非常に強い酸性のお湯なので、ここで石鹸とかを泡立てようとしてもですね、何も効果はないわけですが、しかしここのお湯をこう体にこうかけてこするだけで、もうそのさっき言った酸性成分がね、石鹸と同じような役割を果たしてくれますから、体もツルツルになり油もどこかへ取れていくというわけです。温泉としては本当に非常に質の高いものでね、これただなんて本当にありがたいなと思います。もちろん中は基本的に無人、あの係の人はいませんので好き勝手に入るということになります。あの扉を開ければもうすぐ脱衣所です。全身ツルツルスベスベになります。自分の顔だって触り心地が良くて、ね、いくらでも触っていたくなるほどです。たまにははしご湯でもしますかね。ただで入れるとかいっぱいありますんで、地蔵の湯、ここも有名なところで観光客にも適したところだと思いますが、私の知る限りでは草津温泉には無料で入れる、まあ、外湯という言い方をするんですが、さっきみたいなものが、8つだったと思いますが、それぐらいあります。私もそのうちの3つぐらいしか実は行ったことがないんですが、まあ、行こうと思えば別に全部1日で行ったってね、あの毎日全部回ったっていいわけです。そういうことを楽しみとするような人もいます。で外湯というのはもともとはですね、あの一般庶民みたいな人が利用する、温泉のことを指しまして、あの町の公衆トイレみたいなもので、家の風呂の代わりに外へ出かけてその銭湯に無料で入っていくと、まあ、そういうことを昔はやっていたわけです。で内湯という言葉がそれに対してあります。ちょっと疲れだってこの勢いで喋ってると息をする暇がないんでね、階段で息が上がってしまうんですが、ああいった旅館には、ね、あのそれぞれの大浴場がありますよね。そこの大浴場に自分で使いに行くようなものが、それが内湯です。まあ、旅館の大浴場が内湯といえばいいわけです。昔はあの大名みたいな人がやってきて、それでその泊まった宿についていたのが内湯で、外湯というのが一般人とか普通の人の旅行で来た人向けのお湯とか、まあ、そういうふうな使い方をしていました。で現在でも草津温泉ではやっぱその宿だけ用意していて、自分のところには温泉は敷きませんよみたいな、そういう安宿も探すとあるそうで、そういったところに泊まる人は、まあ、あの1泊3000円とか4000円とか安く泊まってですね、それで、どこかにある近くの外湯に入りに行くということをするんだそうです。もう日が暮れまして結構寒くなってきましたけどね、草津はあの高原なんで、気温も下がりがちなわけですが、これこんなんなってたんですね、気づきませんでしたけど、
地蔵のように着きました。いつもね、ここはなんか隠れ家的というわけではないんですが、あんまり人がいなくてね、広いところなんですけれど、やりやすいななんて思います。こういう感じのところですね。大きいでしょう。まあ、そんなにさっき の、 あの白旗の湯ほど、古くはありませんけど、でも雰囲気はバッチリです。ここに地蔵源泉があります。草津に、様々30いくつだかあるという、源泉の中の一つ。こんな綺麗にライトアップされているとは知らなかったよね。よく見えますか。ちょっとこっちに向けましたね。あそこからも湧いてるのかな。そうみたいですね。それからこっちでもこう泡がブクブクと、なんともありがたい成分の多そうな温泉です。まあそれは多いんですけどね。源泉がここにあって、お湯はここ、まあ、もちろん無人でタダで入れるところです。ここにこれ気になるんですけどね、ずっとね草津に行くときに目についてるんですけど、勉強の旅館、もうここにこもって勉強とかするための場所なんでしょうね。宇宙この中にお湯を引いているということですね。つまりこの外湯に出かけるのではなくて、ここの宇宙で入れるということですけど、半自炊自炊まがしをいたしますって書いてある。まあ別荘みたいな使い方をするってことですよね。これは多分すごい安い温泉宿だと思います。まあ一泊安ければ2000円台とか、からなのかな。まあ高くても多分一泊4000円ぐらいなんじゃないかな。で自炊、調理場みたいなところを自由に使わせてくれて、鍋とかも洗って元に戻せば自由に使える、そういうタイプの、長期滞在用の宿というものが、こういった有名で成分も濃い温泉街だと、まあ、大体あります。まあ、草津は意外とねそういうのが目につかないんですけれど、やっぱり湯治とかするような人がたくさんいますんで、まあ多分民宿みたいな感じなんだろうな。月収やって、ちょっとね行ったことがないんであれなんですけど、これ地蔵の湯泉質主義と書いてあります。でまた入ってきました。今度もですね、地元の方とおぼしき方が2名おられましたので、まあ、中の写真などは撮っておりませんが、入った時にね、挨拶とかするかしないかってすごいこう微妙なところだったんですよね。やっぱ先にお客さんがいる時は別府温泉でよくそういうところに連れて行ってもらうんですけれど、別府だと挨拶した方がいいかなって感じなんですよ。でも、まあ、挨拶するのもなんかそれはそれで慣れ慣れしすぎるかなと思って、まあ、とりあえずしないで使わせたんですが、湯船に使ってるおじさんたちもなんか出会った人たち同士でね喋り出したりしてたので、その会話には参加しませんでしたが、ここを立ち去る時に、どうもお邪魔しましたと言ったらね、そしたらおーいみたいな感じでこうにこやかに見送ってくれましたんで、やっぱ草津もこういう共同湯無料の外湯、町の地元の人たちが多く使っているようなところでは、観光客は挨拶をしていった方がいいでしょうね。やっぱ観光客のマナーが悪いと地元の方たちの中でもね、こう例えばちゃんと体を拭かずに上がったりとかして、下がビシャビシャになったりしたら、観光客を迎え入れようっていう気持ちが失せるでしょうし、何よりもやはり地元のためにもともとはあった施設、それをですね、観光客が利用させてもらうという心意気でいくことが、特に訪れる側としては重要だと思います。逆に迎える側もね、よそから来た人をどうぞどうぞと迎えるような心意気で行った方がいいという考えがあるのかもしれませんが、まあ、それは迎える側の話でして、迎えてもらう側では使わせていただくという気持ちでいくことが何より肝要と思います。これは同じお湯ですけどね、こんな感じの雰囲気でしたが、足湯12時半に練馬を出て、4時に草津に着き、それから早、3時間が経ちました。19時30分だか19時25分が、草津温泉のバスターミナル最後のバスの出発でして、それに乗らないともう高崎方面までは行けません。草津に泊まらないといけません。今日は宿は持っておりませんので、私は少なくとも高崎までは帰ります。バス19時45分発で暇だったからね、もう一回湯畑に来ましたけど、夜もまたいいものです。むしろ夜が一番いいかもしれません。気温が下がって湯煙が分かりやすくなるし、それからこのライトアップです。で帰る前にあんまり何もお金使わないで帰るのもなと思いまして、末広屋旅館の脇にね、お菓子末広総本舗って書いてある、こういう饅頭屋さんがあるんで、ここでじゃあ温泉饅頭夜遅くまでやってるしね、買ってこうと思って値段見たらねびっくりしましたよ。まあ、大体どういうところでも饅頭屋さんだったらバラ売りをやってるんですが、バラは大体まあ80円か90円なんですが、ここは1個60円でね、だから9個入りを買っても540円、まあ、ただ9個入りは箱代があるということで、540円ではなく、600円でしたが、9個600円、こんな安いのか、北海道産の小豆うんぬん書いてあってね、まだ食べてませんが多分美味しいと思いますんで、これ安いですねって聞いたらね、あんこはうちで練ってるからね、だから安いんですよ、その分ねとか言って、あんこ屋のあんこは高いからねと、おじさんが教えてくれました。今後は草津温泉のあんこ、温泉まんじゅうはここで買おうかな。
じゃあ、草津温泉バスターミナルに戻ってきました。19時45分でしたね、バスはね。それが最終で長野原草津口から高崎行きまで乗り換えていきますと、22時頃高崎に到着をする予定です。結構高崎から遠いんですよね。すごいですね。だって今7時45分に出て、で、21時50分の高崎まで2時間ぐらいかかるんですね。そういうもんですけど、下のね食堂街が結構大衆食堂みたいな感じでなかなかいいです。2階の切符売り場は全国の JR の指定席も買うことができる緑の窓口のようなものです。バスの切符と JR の切符を両方売っているのはここが JR バスの駅だからです。そして3階にはかつてあの温泉資料館っていうのがあって、お金を払って200円ぐらいで見学をする、なかなか面白いところだったんですが、今は温泉図書館ということになりましたけど、無料で入れるようになって、展示施設は当時の方があの資料館時代の方が充実していましたが、でも今でもね、温泉資料館時代のもの少し残ってますので面白いところです。時間が余ったら、そんなに入ってませんが結構ねお客さんもよくいるんですけれど、これもまた草津温泉のだと思うんですよね。これね草津のだと思うんだけど、なんかやけに上は透明ですが、間違いない、これは草津温泉だ。しっかりとしたこういうお湯が出ているあの足湯もありますので、これで時間潰しもいいでしょう。もうこの時間になりますとね、窓口もやっていないんですが、この切符売り場でいろんな行き先の切符、運賃がちゃんと表示されています。かなり昔からのやつだと思いますけどね。東は東はじゃない、西はですね大阪市内まで運賃表が書いてあります。仙台市内、高崎から新幹線経由、新潟などいろいろありますけどね。つまりそれだけ広い広い全国から草津温泉に人々がやってくるからこそ、このような運賃表が用意されているということもできるわけです。実際関西弁の人とかも結構いましたね。本当にあのいろんな人が本当に来るんだなと、天下の名湯草津温泉、本当に一度は訪れるべき素晴らしい場所だと思います。ここでですね、特急草津号の指定席とか買えるんですが、ただ土日の、夕方の上りの草津号とかになると、もう本数増えてても結構指定席グリーン車の空きが少なくなってきたりという場合もあるから、草津へ行くときは早めに指定席の予約をしておいた方がいいでしょう。それはこの JR バス、今回使った上州ゆめぐり号も同様です。よし、じゃあ長野原草津口駅まで帰ってきました。今日はこんな感じにさせていただきたいなと思います。またゆるゆる高崎に帰ります。今日は本当にだから550円しか使わなかったかな、510円だったっけ、あのさっきの、スパゲッティ食べただけですが、ただでも本当に今回も満足して帰ることができました。温泉好きな方とか興味ある方だったらね、絶対草津温泉と別府温泉行った方がいいと思いますので、ぜひアクセスは良くないけどね、癖になる素晴らしい温泉地だと思いますから、また来てみてください。ちなみに今日着いたのが16時で、向こう出てきたのが19時、まあ、半ぐらいですから、まあ、3時間半ぐらいでね、日帰りだったらまあ全部回れちゃうのかなと思います。まあ、ただ日帰りであのせかせか回るのだけが温泉の楽しみ方ではないと思うので、まあ、あのそうではなく、ゆっくりするっていう楽しみ方も十分、他の温泉地と比べればかなり退屈を知らず楽しめるところだと思いますので、やってみてください。20時33分発の高崎行き、この電車が最終です。お客様ほとんど乗っていませんし、この駅からもほとんど乗らないようです。それじゃあご視聴ありがとうございました。本当に誰もいない。